ったり川に行ったりするのが好きで、そこでお風呂に入りたいなと思うのが素直にあって、まあ、それをなんとか作品に展開できるんじゃないかと考えて、自然とかアートとか人工物とかそういった境界を、まあ、行ったり来たりしてしつつ、あとは曖昧にしてって、まあ、その自分の中の自然とは何かとかアートとは何かとか人間とは何かとか、そういうことを考えていく、まあ、自分の考えが広がるような作品を作りたくてこの作品を作りました。人間と自然って考えたときに、まあ、別に人間っていうのは無から何か作ってるわけじゃなくて、全てこう自然の中からこう資源なり物資を得て物を作ったり食べたり、そういうものをそういうことをしてってるわけで、いつでもこう何だろう、人間と自然っていうのはこうやっぱり曖昧だと思うんですよね、その境界っていうのは。その曖昧さをこうなんだろう、カテゴライズしててどんどん分類していくような、そういう方向じゃなくて、もっとこう曖昧なままこういろんなものを同時にプレゼンテーションするとか、そういう方法としてこの作品をしています。で作品を作ろうと思った時に、一点透視図法というかこう主観的というか、自分から見たこう風景みたいのを記録していくっていうんじゃなくて、もうちょっとこう聴感図とか俯瞰図のようなこう第三者のような、第三者の目が入ったような視点で作品を作っていけたら、そういうなんだろう、ヨーロッパ的なものと、そういったものとの違いも出せるんじゃないかなと思って、それでこうやってカメラマンを同行して写真とか映像を撮ってもらって、それで作品を作るようにしたら、なんだろう、日本の作品ができるかなと思って作っています。B3 っていうのはこうバス、お風呂ですね。バスと、バックパック、あとはボート、この3つの言葉の頭文字を集めて B3 としました。で、まあ、バックパックっていうのはですね、もうどこにでもトランスポータブルなものとして行動、どこにでも入れるっていう一つのですね、メインの目的として、担げてどこでも持っていけるというのが考えるコンセプトです。
ボートっていうのは、まあ、形がボートみたいな風呂の形をしていたので、まあ、それでボートの機能もつけて、そして行動範囲を広げていくボートをつけました。風呂は最初は温泉をそのまま引き込むっていうタイプのものだったんですけど、次にこうお風呂を沸かせるように焚き火をして、そこからこう熱対流でお風呂を沸かせるようにして、そういった機能をつけて、それで水と薪とか燃料さえあればどこでもお風呂に入れるようになりました。お風呂の作品も、まあ、普段日常の中でお風呂に入るっていうのはとても普通な行為なんですけど、その普通な行為でもちょっと外に持ち出していくと、こう非日常的な風景になったりするのも、まあそういう部分も作品として、作品の一つの要素としてはありだと思うし、それまあこのお風呂の作品っていうのは自分の好きな時に自分の興味のある場所に行って作品を作っていけるので、すごい無理がなく自分の興味も広がるし、またすごい楽しさもあって、それでまあこの作品が10年間続いてきた一番の理由かなと思っていて、っていうのは理想というかみんなが目指してるというか、そういうものはこうアートで食べていく、アートを職業として、アートでお金を稼いでそこで何か生活をしていくっていうのが多分みんなが目指していると思うんですね。それでまあ自分もそういうことを考えた時期はあったし、今もまあそうなるのが一番いいのかなと思いますけど、やっぱり自分の年ぐらいで売れない作家ってのはどんどん辞めていくし、友達もみんな辞めていくわけで、やっぱりそのしんどさ、こうすり減る感じをなんとかしたいなといつも思ってて、
アートで生活するんじゃなくて生活の中でアートができたら、まあ、そうしたらこうすり減る感じもなく長く続けていけるんじゃないかなと。まあ、やめたくなればやめちゃえばいいと思うんですけどね、なかなかやめようと思わないから諦めが悪いだけなのかもしれないけど、定義っていうのはどんどん広がってるし、そのアートの定義を壊していくことがアートそのものっていう部分もあると思って、基本全てやっぱり自由だと思うんですよね、アートっていうのは。その自由な中でもやっぱりあるルールとか価値観とかそういったものとのこう駆け引きというか、そういう自分の考えとこう他者であったり歴史であったりそういうものとこう駆け引きをしながらなんとかこう自分を表現していくという、まあ自分のやりたいことをやってそれがアートと呼べるかもしれないっていうのがアートの楽しさ